今回はスコミメイトルスについて解説していきます。スコミメイトルスは、約1億2500万年前から1億1200万年前のアクティアンからアルビアンにかけて現在でいうニジェールに生息した、スピノサウルス科に属する獣脚類の恐竜の属。エルハズ類層から産出した部分的な骨格をもとに専門家らが記載命名した。豚骨は長く上下に浅くは二のものに似ており、属名の由来もそれである。タイプ種は最初の化石の産地であるサハラ砂漠のテネレに由来する。本属をヨーロッパのスピノサウルス科であるバリオニクスのアフリカの子と考える古生物学者もいる。また、スコミメイトルスは同時代のスピノサウルス科恐竜クリスタトンウサウルスのジュニア氏の2メートルである可能性があるが、後者はスコミメイトルスよりもはるかに断片的な化石に基づいている。スコミメイトルスは全長9から11メートルで体重 2.5 から 5.2 トンであったが、ホロタイプ標本は完全に成長しきっていなかった可能性がある。スコミメイトルスの狭いトン骨は短い首につき、前肢は強靭な構造で、それぞれの指に巨大な鍵爪が備わっていた。背中の正中線に沿って一列の鋲があり、これは椎骨の神経トンゲで構成されていた。他のスピノサウルス科と同様に、スコミメイトルスは魚類や小型の陸上動物を捕食していたらしい。亜生体スコミメイトルスのタイプ標本の全長はトンウショ 10.3 から11メートルトン推定され、全長は 2.7 から 5.2 トントン推定された。しかし、他の専門家は全長 9.5 メートル体重 2.5 トントン、前者より低く見積もった。1997年、古生物学者チーメートルは、ニジェールで全身の約2分の2を占める大型獣脚類の骨格要素化石を発見した。最初に発見されたのは親指の鍵爪で、これはデイビッド・バリッチオが1997年12月4日に発見した。スコミメイトルスはスピノサウルス科に分類され、彼らはティラノサウルス科のような他の同体格の獣脚類と比べ、魚の狩りに適した顎と平たいトン骨を持っていた。彼らの歯は肉を薄く切るよりもつくことに適し、硬い口蓋は獲物によるねじりの力に耐えることを可能とした。身体の残りの部位はトンクに水性適応をしていなかった。スピノサウルス科の中でスコミメイトルスはバリオニクス亜科に属する。おそらく高かった背中のクレストンを別にして、スコミメイトルスはスピノサウルス科のバリオニクスに極めて類似していた。バリオニクスはバレミアンのイングランドに生息した恐竜で、強力な前肢を持ち、親指には鎌状に曲がった巨大な鍵爪があった。さらに、スコミメイトルスと同様に、バリオニクスの鍵爪はフィールドで初めて発見された化石の部位であった。スコミメイトルスのホロタイプはバリオニクスよりもはるかに大型であったが、二個体の年齢は不明である。前述したエルハズ類層はテガマ層群の一部であり、主に浅い起伏のある河川の砂岩からなり、大部分は砂丘に覆われている。堆積物は素粒から中粒で、砕粒層はほぼ存在しない。スコミメイトルスは現在のニジェールに1億1200万年前の前期白亜紀前期アルビアンに生息していた。この層の堆積物層は、おそらく季節的に寒気が訪れた熱帯気候で、広大な淡水の氾濫源と流れの速い川のある内陸であったと解釈されている。この環境は恐竜、翼竜、カメ、魚類、ヒボブスカ、淡水性二枚貝を含めとる多様な動物層の生息地であった。スコミメイトルスはアベリサウルス科のクリプトンプス、属不明のノアサウルス科などの獣脚類と共存していた。この地域の植物食恐竜にはイグアノドン類のルルブサウルスがいたほか、ニジェールサウルスと未命名のティタノサウルス類という2種の獣脚類がいた。ワニ系上目も豊富であった。巨大なフォリドサウルス科のサルコスクスが生息していたほか、アナトンスクスやアラリペスクス及びストンロコスクスのような小型のトンスクス類が代表的であった。そこに生息していたディプロドクス上科の植生適応に基づくトン、植物層は主にシダ、スギナ、皮脂植物で構成されていた。このうちスコミメイトルスを含めとるスピノサウルス科トンは2類はニッチが被っていたが、両者の歯には断線が異なるなどの差異が見られるため、何らかの住み分け、
食べ分けが成立していた可能性が指摘されている。